はい、こんにちは、夏間博物館です。今日はお台場に撮影に来てます。それで、ね、トヨタのね、メガウェブショールームに来てまして、これなんか無料でね、動体視力のチェックみたいなのができるので、ちょっとやってみたいと思います。上級者向けでやってみます。よし、結構いった。結構なんかいける気がしたんですよ。めっちゃ目痛いんだけど、119回光って85回押せたよということで、多分プロのドライバーになれたと思います。どうなんだろう、あの実際この基準がないんでわかんないんですけども、多分友達が今さっきやって119問中30回だったんで、結構すごい方だと思います。それではちょっと他にね、いろいろ遊び行ってみます。はい、ということで、撮影の方がね、夢の大橋で終わりました。で、電池がね、途中でちょっと切れちゃったんで、ちょっと妥協した分とかあったり、もう角折れちゃったりとか、ちょっとハプニングいろいろあったんですけども、いろいろまあ、編集も頑張ってやりますし、まあ、うまくなんとかやれたと思います。結構満足です。じゃあちょっとこの後は YouTube スペース東京に行って、ハロウィンパーティーじゃない、ハッピーニューイヤーパーティーの方に行っていきたいと思います。これでその動画もぜひ上げますのでご覧ください。それではまた明日。